セブリング12時間レースは、アメリカフロリダ州のセブリングインターナショナルレースウェイで行われる自動車耐久レースである。12時間でどれだけ長い距離を走ることができるかを競う。毎年3月中旬に開催される、ルマン24時間レース、ベートナ24時間レースの2レースと合わせて、スポーツカー3大クラシック耐久レースとも呼ばれることもある。 セブリング名物の夕焼け1950年12月31日に6次間走のサムコリアー記念耐久グランプリとして第1回大会が始まり1952年の第2回大会から3月開催で12次間走のセブリング国際耐久グランプリとなった以降オイルショックで開催を取りやめた1974年を除き毎年開催され2007年に 第55回を迎えた伝統あるレースである。1953年の第3回大会、フロリダ国際12時間耐久グランプリから、この年より開始されたスポーツカー世界選手権の一戦に加わる。1973年からは、イムスサシリーズの一戦となり、メイクス世界選手権から外れた。1981年は、世界耐久選手権とイムスサの、 ダブルタイトルがかかったが、グループ C 規定導入の1982年以降は、再び世界選手権から離れ、以降イムッサシリーズのみの一戦となる。2012.2013年は、アムズと FIA 世界耐久選手権に組み込まれていたが、2014年からは、ユスシシー及びニクの一戦になっている。2019年には WEC で1000マイル、イムッサで12時間というスケジュールで、 同じ週末に別々に開催された。この同一週末に行われるスーパーセブリングには両レースにダブルヘッダーで参加するドライバーも複数登場し、特にブレンドン・ハートレイは両レースにおいて表彰台を獲得する快挙を見せた。バンピー数スリッピーな路面は時として24時間レースより過酷と言われる。初めて日本車が 総合優勝したのは1989年の日産 GTP ZXT。一向日産車5勝トヨタ車2勝ホンダエンジンが1勝を、それぞれ上げている。日本人ドライバーの総合優勝者は未だいない。日産ダッピーテキーラパトロンイザム22。大会最多価値は、ポルシェの17勝で、フェラーリの12勝がそれに続く。 連勝記録は1976年から1988年のポルシェの13連覇。2000年から2007年まではアウディが8連覇を果たした。ありがとうございます。